皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、ハイエースのこっち の左側面の棚についてちょっと紹介しようと思うんですけど、はい、紹介というよりビコさんと休みが合わない日がありまして、その時にですねちょっと作ってみました。まあ、こんな感じでプラダンでですね型を取ってて、まあ、これ結構前に型取ってて、まあ、そのまま置いてたんですけど、これで調整して、まあ、こんな感じで最終的に、まあ、コンパネを切ってですね、組み付けていったんですけど、上手。細かいところを説明した方がいいかな。まだ大まかでいいんじゃないの。細かくなくて、ま、大まかにいつか機会を設けてでいいかな、うん、でとりあえずですね、まあ、この棚のコンセプトといいますかまあ上に小物類で、こっちにポータブル電源が入ります。でポータブル電源はもうジャストサイズで作ってありまして、で、横の方から、まあ、配線できるようにですね、穴も設けてあります。で一応台の方もああいう風にカウンター式で作りまして、下に鉄の L アングルをつけてちょっと強度を持たせてあります。でここにはですね、ベッドのマットが入るように作ってまして、まあそうすることでですね、一応まあマットが枠のマットを使ってるんですけど、それを2枚並べて、まあ、寝ることができます。まあ、若干ちょっと圧迫されるけどね、まあ、寝る分には全然大丈夫じゃないかなと思います。大丈夫だ。今日の作業としましては、上の方に扉をつけるのと、この上にこう上げるタイプの扉をつけるのと、このポータブル電源を置いた時に、まあ、置いたまま走行するわけなんですけど、走行してる時にまあ転倒しないように、まあ、そこら辺をやっていこうかな。転落です。はい、でもこっち買ってきたのを紹介しようよ。うん、はい、それではですね、今日買ったものをですね紹介しようと思います。はい、それではですねちょっとざっくりなんですけど、これはですねフレキシブルタイプのビットになります。でこれがあることで狭いところとかこんな感じでインパクトで止めることができますので、まあ、おいおいですねいろいろ使うんじゃないかなと思って購入しました。お次はこの3番ビットです。まあ、この3番ビット大きいやつで、まあ、通常2番ってやつ使うんですよ。でこれ持ってなかったのでちょっと買ってみました。お次はですね扉のパーツになるんですけど、長板が2つで、あとはマグネットで一応止めようかなと思ってまして、マグネットの受けで、あとはどこでも止まるストップ付きステー左右。これちょっと開けてみてみていい？どういう動きをするのか。これが横につけて、ああ本当だ、ちょっと固めだね。止まる？うん、止まる止まる、好きなところで。まあ上に開けるので、こう、うん、ここ、ここはフリーだね、ペタって。あ、上もまんま上まで開くんだ。上は固定できる。もうここも好きな位置で固定できるね。でお次はですね、ポータブル電源を固定するものなんですけど、ベルト30ミリ幅2メートルで、ベルトを止めるもの30ミリ用ですね。であとはこれ釣り具金具っていうのは別なコーナーにあったんですけど、これとサイズがちょうどで、これをコンパネの方に横の方に固定して、ここにですねこいつをつけてこう引っ張ろうかなと思います。であとはこれですね、ベルトをかけてカチャッとできるように、ポータブル電源は基本的に家に置いてますので、家の中にこっちに持ってきて動くときはこれ固定をして走るという感じです。はい、あともう一個、あともう一個これがあります。これはちょっと何に使うのかお楽しみですね。はい、はい、じゃあそれでは早速作業の方移ります。よいしょ金具をこことここ内側に行くんだよね。そうそう、で本当はここに穴を開けてこっち側からこう外から持ってこようかなと思ってたの、の方がより綺麗に収まるんじゃないかなと思ったりして、でもこれで見る限りここでも別に行けなくはないかなと思ったりしてね。
ちょっと後ろに押さえた加減で止めたいもんね。うん、そうなると出すときとか邪魔にならない。うん、まあ、ちょっとスペースがあるから、ギリギリ、どうしようかな。ちょっと悩みますね。ちょっと悩みます。はい。はい、悩んだ結果決まりました。はい。こんな感じで外側に金具をつけまして、うん、で、どっかここら辺に縦長のベルトが通る穴をつけて、うん、で、穴を通して中の方で止めるという感じで作ってみようかなと思います。はい。でもまあ風は本当入ってくるね。入ってくるよね。うん。オン。涼しい。涼しい。本当だ。もっと涼しくなった。ベルトを通すと、まあ、こういうイメージ。うん。そのぐらいがちょうどいいと思う。傘的にも。ね。うん。こんな感じで固定します。印をつけて。まあ、このコンパネに穴を、縦長の穴を2箇所開けて、うん、そこにベルトを通しても別に全然いいんだけどね。輪っかで通してこっち側で固定すればさ、意味がわかるけど、こうコンパネにまたここに2つ穴を開けたとするじゃん、うん、縦長のね、うん、でそこにこっちを片方の穴に通して片方の穴から出して、はいはいはい、ここでこいつで止めてあげても別に全然いいわけ。あ、そうだよね、うん、金具がなくてもいいってことじゃんね。まあそうね、うん、コンパネで持たせるんだったら ね、 だからそういうやり方もある。そうだよね、全然それでよくないね。よし、じゃあ金具を使ってやってみよう。大体でいこう。ちょっとじゃあポタデンを一回一回取って、うん、穴を開けます。はい、いいですか、止めますよ。はい、下に滑るようなの置いたら、うん、逆にほら、あ、まあ、取ればいいんだけど ね、 だよね、走ってる時滑るか、あ、まあ、固定すれば何も問題ないんだけど、ちょうどの方がガタつきがなくていいんじゃない。切り、うん、で穴を開けて上下、うん、で、あとはあのジグソーでバーって切らないといけない。ちょっとゴミがするけど、あれ、そのテープどこにあった。あそこのテープ入れ、うん、マジなんで探せた。マスキングテープ、その幅のやつを買わないとと思ってたの。あ、使っちゃった。こんだけあるよ。足りない、全然足りない。何本かいるから。8ミリのショートビットで開けました、うん、ジグソーでこの両サイドをピッと切るっていう感じです、うん、でこれを使うんですけど、うん、ジグソーね、うん、ちょうど今手元にポタテンがありますので、うんうん、これを使います。ピッピッと初めてだ。めっちゃ役に立つじゃん、うん、ポタテンね、工具使うの、うん、全然なの、うん、また一応が違うの。一緒一緒、あ、100ワット100、マックス180ワットまで今いったね。こんな感じですけどかな。あの折り返しの固定なやつが来るからこんぐらいでいっか。これが ここに入るぐらい、うん、もうこんぐらい、うん、いいかもね、そのぐらいで、うん、ね。
でこれを通してみると、うん、開くでしょ。それでこいつをこうしたいわけなんだけど、一旦先にこれを通さないといけないか。中に入れた方がかっこいいね。あ、いいね。こんな感じでね。うんうん。どう反対側。でやほら。おお。つながった。つながりました。はい。これがだいたい真ん中でしょ。うん。で、折り返すのがこんぐらいだから、ここで切ってあげれば、ここのベルトはまた別で使えるじゃん。うん。で、そうしよっか。うん、そうだね。よいしょ。でもそれ真ん中で止めないんじゃないの。真ん中で止めるの。まあ、どっちでもちょっと左寄りでもいいし、これはお前端っこにすると当たるね。お、いいね。ね、うん、これ実際とはまだ出るから一回ちょっと入れてみようか、うんうん、はい。超緩い。本当だね。こっち側に、これはこの、こいつはここより外に出しておきたいから、うん、まあこんな感じでしてて、こっちはちょっともうちょっと切ってもいいぐらいだね。うん、そうだね、うん、一旦ちょっと使って様子見て切るわ、うん、あ、今でカツカツにするとなんか問題が出た時がどうだ。あ、いいかも。あ、ちょうどいいね。うん、いいんじゃない。あ、すごいすごい。ここも全部使えるし、がっちりしてな。うん、大丈夫じゃない。そうです、うん、ね、触っていいでしょ。あ、いいいい。でこも、あ、これは大丈夫だ、うん、綺麗に効いてる。最初ゴムでと思ったんですけど、ゴムもね、どうかねと思って、あまりこう伸びたりしないものの方がいいのかなと思って、がっちり固定するには、うん、いいかも。はい、じゃあ次はこの上 の、はい、棚を作りましょう。はい、え、今 何の作業中。今、あのビスを止めるところの位を出してるだけ。わかる。うん、ここ回るじゃん。おうおう、ミシみたい。ここを押さえると、うん、ここ回らないから、うん、とこういう風に止められる。もう入るで。止まった止まった。おー、いいね。いいね。オッケー。すごいね、便利なものがね。いいね、うん、止まった止まった、すげえ。はい、めっちゃいいじゃん。ナイスな道具だね。うん。15、ここも、まあ、約15、1066で切っていきます。で、これをこういう風に下地でね、はい、168、169、ちょっと突っ張って170でいいか。うん、
ですか。この部分引っかかってんのか、なんか斜めになってるもんね。うん、ここちょっと取らないといけないな。15ぐらい。あ、今だ。ね。うん。両方止めれば、ここもピカピカしてないでしょう。うん、しないね。これでいきますわ。はい。またやつの出番じゃないか。使いたいだけじゃないのそれ。いや、こいつの出番だ。出てきた。出てきてない。入ってるよね。うん、入ってるよ。こう上げたときに微妙にライトが隠れないぐらい。うんうん、それがいいくらいだね。うん、190。1063の190。とりあえずじゃあこれがトになります。どういう感情なの。あれ、これがこんな感じ。うん、いいじゃん。いいね。いいいい。上の隙間ってもういい。こんぐらいで。うん。あ、でも上に上げた時が大丈夫。ちょっと隙間がないと上に上げ。こうどうどう。うん、そうそう。あ、こんぐらい隙間があった方がね、うん。こんな感じでいいか。うん。よっしゃ。で、じゃあ中をちょっと作ろうか。はい。この幅ね。うん、ちょっとだね。あんまりガッツリ開けない方がいいでしょ。ガッツリ開けた方がいい。気持ちすぎん。で、強度が弱くなるだよね。いいよいいよ。じゃあ飾り程度だね。うん、まあそうね。うん、あ、ここに蜂がいる。何？偵察部隊がいる。ミツバチハッチ見てた。うん、見てた。私も見てた。お母様って言ってたんじゃないっけ、うん、だったよね。見てたけどなんかね、はっきり覚えてないんだよね。うん、私も覚えてない。でもお母様って言ってた気がする。うん、あ、なんかあらだけ女王の子供っていうか。そう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 。コンパスがちょっと欲しいかな。なんで？かっこよく丸く。こういう風に 端と端を丸くしてちょっと可愛らしくしました。Thank you.
切り抜きができました。一つ半とここでいいね、うんうん、ここにしよう。あ、でも結構硬いね。硬い？うん、プラスチックだね、これね。よいしょ。どうでしょう、うん、いいんじゃない、うん、いいんじゃないかな、思ったより。まあ本当はその枠に何かつければいいんだけどね。そうそうそう、でもつけないっていうね。投げてみて。もういいやろ、もうじゃじゃーん、かわいいじゃん。あ、いいんじゃない、色塗ったらかわいいかもね。あ、あれ、中ホチキスの玉ちょいちょい出てきてる。ほんとだね、うん、貫通してるわ。すごい。これでも、あっちでも、機械でも、うん、大丈夫。変わったの？こんな感じになります。はい、あ、いいんじゃない。あ、ちょっと見苦しいちょっとどころじゃなくてかなり見苦しいけど、本当はあのステイとかでこう止めてあげるといいんでしょうけど、うん、あ、いいよね、うん、今日は簡単にっていうか、もうこれでずっと使うんですよねよっぽど問題かな有効ボードでもいいよ、あの穴上いっぱい開いたベニヤとか。あ、まあでもちょっと高かったんですよね。そうそう、いいね、ここら辺にこうちょっと売ってね、うん、しょうがないよね。しょうがない、100ぐらいの、まあちょっと切ってくろう、うん、こんぐらいで。おっと、お、ダメだよ、貫通するあ、いいね、うん、でバランスよく真ん中らへんに、はい、そこらへんで大丈夫。何？長板を止めるときに邪魔になんないの、うん、大丈夫だよ。こっち側に先にこうやってつけた方が良さそうなんだよね。あ、握ってなかったんだ。はい、もう腕が疲れた。ちょっと出るね、出るね。ああ、ほんとだ、ちょっと出るね、こうやってね。じゃあ出る、いけるいけるいける、うん、貫通しない、大丈夫。あ、いいね、すごい。ダンパーじゃないけど止められるやつ。こちらになります。これ買った方がいいよね。うん、いいかも。あ、めっちゃいい感じだね。あのシールみたいなやつ貼ったらいいかも、やっぱ。この100均とかで貼って、うん、で、このさ、金具とかもさ、やっぱり見えちゃってるから、そういうので目隠ししたら、ね、ここマットが来るからね。マットが来るか、多分見えなくなると思う。あ、そうか、ここには常にマットを置いてるからね。そうそうそう、出かけるときはもうマットがあるからね。そうか、こんぐらいでやってみようかな。うん、
あやっぱこっち側から止めないと。止められない。あれだったか。ちょっと話してみて。話してる。やっぱここを止めないと。切ってるじゃん。やっぱここら辺の良さげだな。あ、いいや。ほら。おお、ほんとだ。ね、まだあっち側はしてないけどね、止まってるね。うん、おお、おお、いいじゃん、いいじゃん。あ、やっぱりこれあった方がいいよ。ねえ、うん、便利だよね。めっちゃ便利。完全に固定したとき、ここちょっと上げてあげるともうカチッてなるわ。あ、だけど閉めるときにちょっと手を添えてあげなきゃいけない。そこに。そのまま閉まんないんじゃないですか。ああ、だね、うん。ここでもうロックを解除してあげてくれれば。ちょっと片方だけでいいんじゃないの。確かに。もう片方こっちで使えるんじゃない。中作ろうとしたら。あ、床も全然いいじゃん。ほら。片方でいいね。ね。うん。うん、でここロック解除するよ。うん、でこうやるよ。うん、閉まるじゃん、うん。でもちょっと甘いわけ。うん、ここを押さえてやると。おお。完全に閉まる。なんで今そんなの分かった。なんかパタパタしててさ、うん、あれここ浮いてないけって思ってちょっとピッて押したわけよ、うん、だプチッつって綺麗にしまった。すごー、いいじゃん。で後ろにあのこれのテープのついたスポンジを貼ったんで、うん、多分振動しても音はしないですよね、うん、で取っては一旦ちょっと保留で、うん、あの使い勝手を見ながら決めます、はい、ここに何かつけてもこう邪魔になるかなと。こう上げないといけないからさ、うん、まあちょっと、まあ、これそれでいいと思うねえ、うん、なんならここに穴開けた方がまだ良かったかな、ね、それかもその下に何かこうつけるか、ここに、そう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 。いいよ。はい、それではですねあの完成しました。はい、素晴らしい、はい、上手にできた。思ってた通りのものができたかなと思います、うん、はい。で、ホームセンターでその見つけた、うん、あの扉を固定するような金具が結構なんかいい感じの仕事をしてくれてまして、うん、ね、こうま開けるとこういう風に扉が落ちてこなくて、うん、で閉めると今こんな感じで、まあ、ハンドア状態なんですけど、うん、押すとなんかロックされてなんかいい感じに固定されて、うん、で後ろにそのスポンジをかますことで全然あの多分音はしないという、うんうん、でこの金具2個セットだったんですけど、うん、今回9ミリのこのコンパネであの作ったんですよね、うん、でそれで中をくり抜いているから余計軽量化されて、うん、で片方で済んでるんだと思います、はい、で真ん中はちょっとかっこ悪いんだけど、そうそうそう、何もしてないままだからホッチキスで止めただけですねあそこはね、うん、気になる人たちはすればいいだろうし、そうそうそう、一旦これで使ってみます、はい。全体的にすっごいいい感じに収まりました。はい、まあ、ここはまだもうちょっといろいろ考えてからっていうことでね、うん、まだ何が来るかわからないんですよね、うん、そう。まあ充電をするんだったらポータブル電源を充電するんだったらここにいろいろコネクタが出てくるんですよ、うん、だからそこら辺も考えて棚も配置しないといけないですよね。そうだね。だからまあここら辺に一段目を持ってきてもいいし、うん、今言えばこっちのポータブル電源と同じような高さでこう来て、うん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 、まあ、ここら辺は荷物は置けないけど、うん、ちょっとまあ小物を置いて、まあ、スペースを空けながらっていう、うん、でここはここであの排気があるんでポータブル電源の、うん、そうか、ここもまあ開けつつ何かを置くっていう、うん、まあ、できればそういうなんかちっちゃい小物なんかをきれいに収納できれば一番いいですけどね、うん、とりあえずは今日はもう大成功ということでいいですか、もう最後。はい、はい、それでは今回の動画が良かったらいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。We used to hang around town pretty late. I spent the week thinking about her next day. It was easier then. So much easier then. Oh, like that time I picked you up outside of school.You said, screw my dad, I make my own rules. It was easier then.
so much easier than take me back to the, take me